ご質問があります。今自民党が、憲法改正第9条をなくそうとしてるんですけども、それは自分絶対反対したいんですけども、山本さんはどう止めたいのか、どう思ってんのか、第9条は必要なのか。憲法って何か皆さんご存知ですか？憲法って言ったらこの国の最高法規なんですよ。最高法規、最高法規って何かって言ったらキングオブルール、つまり法律よりも上、条約よりも上ってことです。ごめんね、皆さんには法律守っていただきます。だって法律がなかったらみんなアナーキーになっちゃったら困るでしょ。社会に秩序が保たれない、むちゃくちゃになっちゃったら困るから、法律で縛らせていただきます。一方で憲法は権力者を縛る最高法規です。だって権力を持っている者たちは暴走してしまえば暴力装置にしかならないから。過去にこの国ではそのような事態があったんですよ。戦前戦中、多くの人々が平和を求めて声を上げた瞬間に弾圧された、命を奪われた。そのような反省から憲法で当然これは権力を縛ろうという話になってる。でね、この憲法っていうのは権力者を縛る鎖であるはずなのに、権力者側から憲法を変えたいなんて、そういう声が聞こえてきたら、まず皆さんに感じていただきたいのは、怪しいって思わなきゃダメなんです。そりゃそうでしょ。泥棒がですよ、窃盗罪すいません緩めていただきたいんですがって言ったら、皆さんどうします？緊張しますよね。ちょっと待って、それまずいんちゃうかなって。そりゃそうですよ。詐欺師が詐欺罪についてちょっと緩めていただきたいんですけどって、ちょっとビビるでしょ。そういう感覚で見なきゃダメなんですよ。それが本当に変えるべきものなのかってことを考えなきゃいけないってことでね。私たちの立場は何か、今すぐ憲法を改正する必要ない。何に困ってる？憲法が直ちに変えられなきゃ困る人ってこの中にどれぐらいいますか？どれぐらいいる？ありがとうございます。じゃあマイク握っていただいて、何に困るかだけコメントください。長くは話さないでください。ごめんなさい、タイムリミットがあるんで。憲法が変わると私たちの命が危なくなります。ありがとうございます。憲法が変わると危なくなるという主張ですね。逆に変わらないと困るって人いますか？憲法変わらなきゃ困るんだよって。ごめんなさいね、憲法変えなきゃ直ちに困るってことなんてほぼないんです。逆に言えば今ある憲法を守らせないと困ることだらけなんです。25条お願いします。令和新選組代表山本太郎と申します。生存権とも言われている憲法25条でございます。読みます。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると書かれてます。これね、健康だけじゃダメなんですよ、文化的だけじゃダメなんですよ。両方合わさってないと、最低限生かしておいてやるぞっていう趣旨のものじゃない。健康でいるという状態を保つためには食べ物にも気をつかなきゃダメでしょ。すんごく安くてカロリー高いものしか食べられないっていうような経済状況を許しちゃダメなんですよ。で、文化的であるってことは何かって言ったら、あなたが文化的な活動に参加できるぐらいの余裕がなきゃダメなんですよ。読みたい文学があるっていう時にはその本を買えたりとか、見たいミュージカルがあるよっていう時には見れたりとか、そういったものの合わせた上の最低限度の生活を担保しなきゃいけないんだが、そうなってますかってことです。そうなってませんよ。だってさっき見たでしょ、厚生労働省国民生活基礎調査、生活が苦しいと言うてる人たちがコロナが来る前令和元年の状態で 54.4% もいるんですよ。生活苦しいって、母子世帯で 86% だって。つまりは何かって言ったら、今ある憲法も守ってない間抜けな政治が憲法を変えたいって言い出すなんて、ど厚かましいにも程があるんです。憲法を変えたいという前に今ある憲法を守ってからだろって、当然のことなんです。ごまかされちゃいけない、ウクライナみたいになる、だから憲法改正が必要だなんて、そんな大嘘ですよ。憲法変えたってウクライナみたいにならないっていう話じゃないですから。どう変えるの憲法を？日本が戦争できるようにするわけ？先制攻撃できるようにするわけ？憲法で先制攻撃って国際法違反ですよ。ウクライナは自衛権使ってますよ。攻撃されたことに対して反撃、日本も自衛権はある、攻撃を受けたら反撃できる、当たり前の話。憲法を変えたからってウクライナみたいにならないなんてロジック成立しませんよ。そんなこと合理的に説明できてるものなんて一人もいない。それを考えるんだったら騙されちゃいけない。火事場泥棒っていうんです。その場の災害、戦争、そういったものを利用していきながら自分たちのやりたいことをやっていこうとする者たち、絶対に乗っちゃダメ。もちろん数は圧倒的に向こうの方が多いですから、憲法を変えようという動きにはなっていく。でも注視しなきゃいけない。
緊急事態状況の条項なんて一番やばいやつですよ。どんなルールも内閣だけで作れるんですよ。国会いらなくなるんです。財源についても全部内閣だけで決められる。むちゃくちゃですよ、そんなことになったら。でね、あなたが信用する、この人は信用に値しますっていうような政治家であったとしても、このような緊急事態というようなものを憲法で定めること許しちゃいけない。だってわからない、人間なんて完全なものなんてないです。政治は疑ってかかるべき、当たり前です。それは山本太郎にしてもそうだし、令和新選組に対してもそう。しかも30年間この国壊してきた者たちが憲法を変えたいんです。しかも緊急事態条項みたいな寝言言い出してるんですよ。やばいに決まってるやん。一番やったらあかんやつや、それ。ぜひご注意いただきたいと思います。